everyday moments are the important moments that connect us. キウナゴヤ。みなさんこんばんは。午後10時になりました。 FM79.7MHz FM ギノワンの電波をお借りして、名古屋にあるダンサーズスタジオからキウナゴヤをお送りいたします。本日は滑り王子マスクマンが公務が忙しいためお休みです。そして我が家の節分の豆はほとんど私が食べてしまった味噌煮込みスキーと、ですね、今日ですね、朝の電車の中で超満員の中飲食してる人がいて、つまものびっくりしました。ダンサーズでございます。はい、今日は以上の2人で お届けします。そして今週のテーマは健康。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトリスンラジオ、リスラジからも放送しています。地域選択から九州沖縄を選択し、 FM ギノワンを選択してください。今日はゲストコーナーがあります。ゲストコーナーは電話でご出演していただきます。本日のゲストはハートフルシンガーの大城智也さんになります。22時12分頃からとなります。この番組は高級木材のご用名は名古屋中川名木、名誉総裁賞を受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、フォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプル8ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ。以上の提供で名古屋市内にあるダンサーズスタジオからお送りします。キウナゴヤ。はい、ということで今日は王子がいないからなんかちょっと調子が出ない感じですけれども、メール行きたいと思います。今日のテーマは健康です。キウナゴヤの皆様こんばんは。読谷村のフルムーンイカリーです。ありがとうございます。今週のテーマ健康、ズバリ心と体の良好な健康です。年を重ねてまいりますと、久しぶりに会う友人との共通の話ネタは健康に関する話題だったりしませんか？足腰に効くのは何だとか。それにしても友人たちと久しぶりに会って思うことは、みんな元気でよかったな、もちろん自分も含めて健康であるからこそ会えるわけで、もちろん心も健康でないと塞ぎ込んでしまっては会いに行きにくくなってしまいますよね。心身ともにバランスの取れた健康を心がけたいものです。ああ、こんなこと考えるなんて年を取ったなと思います。番組最後まで聞いていますということでありがとうございます。そうです、私たちの年代はもう大体健康の話題から、ね、始まって親の介護とかなんかやっぱりそういうね、ことを考えたりしますね。はい、ということで、はい、ちょっと今スタジオがちょっとバタバタしていますけれども、ちょっとどうやら王子がいなくてなんだかスタジオが滑ってる空気になっていますが大丈夫でしょうか。じゃあ行きます。読谷のエイリー金魚さんからいただきました。ワンバンコ読谷のエイリー金魚です。私の健康の源、それはスッポンであります。その歴史は泡盛につけられたスッポンの卵を殻のまま丸飲みしたことから始まりました。ん？これさいける。しかも、箸
確かにすっぽん様のように元気になった気がする。今は毎日すっぽんと黒酢のサプリメントを飲んで満足しています。そんなこんなで最近読谷村の水辺を散歩していると足元にすっぽんの卵を発見。持ち帰り孵化させて人儲けを企んでいます。皆さんお忙しい毎日かと思います。ぜひすっぽんをお試しあれ。おなさいならということでありがとうございます。すっぽんって聞くんでしょうかね。ね、なんか一時流行ったような感じがしますけれども、入りましたよね。ね、まだまだ流行があるんですかね。はい。なんか黒酢も結構ね、やっぱりずっとなんかサプリメントでなんか結構いろいろね。はい。あ、大丈夫ですか？ちょっとではもう一つお願いします。はい、じゃあもう一ついきますね。じゃあ、あ、これいきます。はい、皆様こんばんは。噛みつきばあちゃんこと陽子ねえねえです。最近サボり気味でしたが久しぶりのメールです。テーマは健康。何はともあれ健康第一と言いますね。本当にそう思います。最近は肩こりを揉んだりではなくてストレッチで治す健康方法の YouTube を見ています。そして君たちがうちに飲みに来た時、あ、お邪魔しました。お邪魔しましたね。はい。私は6時以降の飲み食い禁止期間でした。心臓に負担がかかりすぎてむくんでいて、心臓が止まりそうになってた時期でした。どんなにビールが飲みたかったか、クソ。そして30日から入院し、手術し、分かったことは生まれつきの心臓奇形で、人より一本違うところに血管が通っていて、心臓が人の 30% しか動いてなかったんだって。手術で切ったので、もう元気です。ヤッホー。今度は私がたくさん飲むので、また飲みに来てね。家はいつでも開放しますので、ビール多めに持ってきてね。笑い。しかし、その 30% の心臓で、よくも陸上競技やってたな。なんなら、中距離、長距離が得意分野だったし、30代までは100メートル15秒、15秒で走っていたけどね。すごい、速い。ね、子育てで男子3人を追いかけてもすぐに追いつけましたよ。鬼ババアはとても怖かったようです。今では節分だけが私の出番です。孫たちにはね。医者から筋トレするように言われました。今は横断歩道の小走りにも自信がないので、またお腹が割れるぐらい筋トレもしたいです。健康になった新生噛みつきばあちゃんを楽しみに。皆さんも健康第一でね。はっはっはっは。ともやはダイエットしてるみたい。あ、ダイエットじゃないな。トレーニングしてるみたいだけど、成果は出てるね。少しは痩せたか？やっぱりダイエット。ともやも頑張っているので、私も負けずに頑張ります。ではでは、長くなりました。また来週、歯磨けよう。ということで、ありがとうございます。ありがとうございます。ともやくんに向けてのメッセージも、ね、ありましたね。はい。はい。で、ちょっと、実は、お邪魔した時は、ちょっと、実は体調があまり良くないなって思ったんですけど、実はこんな事情があったなんて、ちょっと、今、びっくりしましたけども。でもね、はい、健康になって良かったですので、またまたお邪魔します。はい。はい、どうしましょうか？もう。はい。では、では、どうしますか？ CM ですね。はい。じゃあ、CM の後は、ゲストコーナーです。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花林など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプルエイトではフォークリフトの整備・塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、 052-653-0071までお電話を。
中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。大城バネサです。私の最新アルバム大城バネサザカバーズには、美空ひばりさんの一本の鉛筆から上村かなさんのトイレの神様まで全部で10曲入ってます。とっても素敵なアルバムになってますよ。ぜひ皆さん聴いてくださいね。キユナゴヤ。はい、今日のゲストは、ハートフルシンガー大城智也さんです。こんばんは。わー、ハートフルシンガー大城智也です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。みそにこみすきさん、こんばんは。こんばんは。あ、今日ね、なんか滑りおじさんが、はい、なんかいなくてちょっと寂しいんですけれども。そうなんですよ、ね、でもまたね、二人と一緒にお話できるのとっても嬉しいです。ありがとうございます。はい、彼がいない方が喋りやすいじゃないですかそう。いや、まあ、でもとてもなんか、まあ、今ほぼ毎週、まあ、ツイッターで参加してるのと、あとツイキャスでもね、はい、参加できるようになってるっていうのもあって、ありがとうございます。ありがとうございます。もう、ツイキャスで今聞いては、参加してはと、楽しませてもらっておりますよ。マスクマンさんの、ねえ、いい感じの滑り具合これね、彼ね、天性なんですよ。ね。本人は全然受けを狙ってるわけでもない、ね。受け全くなくて、これね、マジトークでやってるんですよ。マジトークそうなんだ。だからね、立ち悪いんですよ。そんなことない。あ、つべりおじさん、もしこれラジオ聞いてたら、ツイッターフォローさせていただきました。ありがとうございます。いいよ、もうブロックでいいよ。いや、喜ぶと思います。ないない、とんでもない。はい。トモヤくんの方はもう、今は、ライブ活動とかは、そうですね。されてますか？はい、やっております。沖縄を中心に、はい、改めてですけれども、はい、沖縄を中心に、はい、はい、ライブ、それからまた、ラジオのパーソナリティなどさせていただいております。はい、ツイッターのプロフィールに書いてるんですけど、まあ、特には歌のお兄さんをやることもありまして、はい、保育園とか、そういうところではね、なんか歌のお兄さんだよ、なんて、言っちゃったりなんかして、歌ったり、はい、しておりますよ。はい。はい、ということで、沖縄を中心にやっておりますが。はい。主に、その、ラジオは、西町の方と。西町の方ですね。はい、そうですね。ラジオ沖縄さんですね。はい。はい、ラジオ沖縄さんで、はい、今は、思いやり交差点という、はい。うん、思いやり交差点ですね。はい。そうですね。参加、させていただいていて、うん、はい。毎週日曜日の、これは朝7時から始まるんですけど、はい、僕の場合は第2、第4日曜日に、はい、出演させていただいております。はい。はい、そうですね。はい、実は日曜日の朝、起きれないものですから、タイムフリーというものが。そう、タイムフリーというものがあるんで。ありますんで。はい、よかったら、もう、11時ぐらいにでも起きて。はい。もう、タイムフリーがないと持たないっていう。はい。そんなところですね。あと、FM 南城さんでもやられてます。ハート FM 南城さんですね。はい。あ、言っちゃっていいんだよね、これね。大丈夫です。大丈夫です。よかった。はい。ハート FM 南城という、これはね、南城市の、ね、はい、FM、コミュニティ FM ですけど、はい。そこで、毎週金曜日の、これは夕方の7時になりますね。さっき朝の7時だったけど、あ、そうですね。ここは夕方の7時。はい。に、大城智也のハートスマイルっていう番組を、やっております。これは、はい。リッスンラジオでも。うん。あ、はい。リスンラジオでも。そうですね。いただけます、はい。はい。私も、投稿させていただいて、リスン。はい。いつも、ね、毎週ありがとうございます。ありがとうございます。リスラジオで聞いております。ね、早起きが苦手な方は、
A ハート FM 南城の番組をね、聞いていただければと思います。はい、そうですよね。で、ハート FM 南城さんの方では、再放送もあるんですよね。はい、そうですね。再放送は、日曜日のお昼1時からやっておりますんで。はい。はい。ぜひ、聞き逃した方はね、再放送を、お聞きいただくのもいいんじゃないかなというふうに思います。そうですね。はい。そちらの方でも、ぜひお聞きいただければと思います。はい。はい。で、先ほどですね、ライブをされてるということだったんですけども、はい、定期的にされてるライブってあるんでしょうか？はい、あります。はい、毎月、これは、第1土曜日になるんですけれども、はい。ダンサーズさん、みそにこみすきさんもお食事に、ね、行ったというところで、はい、八重瀬町にありますコーヒー三昧ポエムさんの方で、はい、夕方のこれまた7時から、はい、定期ライブ、はいはい、ポエム音遊びという、はい、名前をつけて、はい、やっております、はい、いつもね僕と、これは僕の、元担任の先生で、今一緒にギターとか弾いてもらってる吉田先生っていう先生と、はい、とても優しい先生と、あとピアニストのね、武田浩二さんっていう方がいらっしゃいまして、はい。はい。この3人を中心に、だいたい、9時半頃までやっております。はい。はい、うん。ぜひですね、お近くの皆様、ぜひお立ち寄りいただければと思います。はい。はい。ライブ、よろしくお願いします。うん、ライブの料金というのはどんな感じでしょうか？あ、これはそうですね、コーヒー、カレーと、はい。コーヒーがついて、ライブでは2000円っていうところで。2000円、はい。はい。それで、カレーとコーヒーが。はい、つくっていう感じですね。あ、素晴らしい。さすが。すごいですね。もう本当食べやすい、カレーと、お手頃の、カレーなので、はい。ぜひ食べて、カレーの味も楽しんでいただきながら。ライブが見れるということで。はい。ポエムさん、入る前にね、やんちゃなアヒルでしたっけ？うん、そう。はい。アヒルさんがいましたね。ガチョウさんが。ガチョウでしたっけ？ガチョウさんが。かなりやんちゃでしたね。かなりやんちゃだよ。中学に入ってきてはさ、はい、ママさんに怒られてばっかりいるよ。もう叩かれるの見てましたけども。はい。そうそうそう。まあそんな可愛い子供たちもいながらのね。はい。音遊びですよ。ね、とても雰囲気のいいね、お庭も素敵ですし、はい、カフェの中もね、なんかとっても落ち着ける空間の、はい、ね、ポエムさんでしたね。花がいっぱいで、すごく素敵なところなので。そうですよね。はい、またお邪魔したいなと思いますね。ぜひぜひ、はい。いらしてください。はい。それとライブですけど、3月にでしたか？はい。もう一つあるんですよね。そうですね。3月の、はい、14日なんですけれども、はい。これはモビーディック号で行く、フォークナイトクルーズっていうね、のがありまして、これね、実は、1回6月にあって、去年のね、はい、それが大、もう本当に反響がすごく大きくて、はい、実は去年の12月にもやりました。それでまたまた反響があったということで、今年のまた3月も、はい、やるというところになりますね。はい。これはオールコネクトで一応出演ということです。オールコネクトのメンバー、吉田先生と僕と、はい、それからひなこちゃんと、カホンさんと、ひふみさんが4人で一応やることになります。すごいスペシャルなね、ライブですね。そして、ヤマコさん。はい。はい。はい。ひふみさんのお姉さんですけれども、はい、シンガーソングライターの山子さんと、はい、僕らオールコネクトが出演ということになりますね。ああ、素敵ですね、はい。飲み物と食べ放題付きでですね、はい、これは5280円となっております。あ、それぐらいのお値段でできるんですね。はい。予約はどちらで予約したらよろしいでしょうか？ですね、最近、はい、これ、ひふみさんが、はい、ちょっとツイートしてたので、はい、僕も今ツイッターをさせていただいて、いるということもあり、はい、僕の方で実はリツイートさせていただきましたので、はい、僕のツイッターをちょっと見てもらえれば、はい、詳しい詳細も載ってると、ひふみさんのツイートを、ね、はい、リツイートしたので、ぜひ見てみてください。はい、ツイッターは、大城智也さんで検索していただければ出ますか？はい、そうですね、ひらがなで。あ、ひらがなで。ひらがなで、大城智也で、はい、検索していただければ、はい、はい、ツイッターも最近から始めて、ね、ほやほやですけれども。ね、そうですね、フォローの方よろしくお願いいたします。ツイッター、かなり活発にされてますよね。そう、操作を覚えたいっていうのが一つと、あと、いろんな人たちとも本当にいっぱい繋がりたいっていうことでね、去年から始まったので、できるだけ、
うん、あの、1日1回は載せるようにしたいなって、もうここまで来てるから。はい。なんか、あれですか、あの、ツイッターや、あとツイキャスをやるために何か仕組みを入れられたんですか？まあ、僕の場合は、パソコンと携帯、まあ、いろいろ使い分けてやってるんですけど、どちらとも音声が入ってるので、音声で喋ってもらいながら、なんていうか、音声が出るので、読み上げ機能みたいな感じで、読み上げしてもらえ、はい、読み上げしてくれるので、まあ、僕も、ツイートできたり、はい、皆さんのコメントを読んでは、いいねをしたりっていうのが、一応できるっていうことですね。ああ、すごくいいですね。でもツイッターはまり出したら止まらないね。そうですね。すごいね、ツイッターっつうのはね。ツイッターもね、面白いですけど、ツイキャスもね、リアルタイムでやれるしね。そういったところ。ツイキャス、うん。最終目標はツイキャスだな。ぜひ、うん、今は人のものには参加してるけど、まだ自分はやってないので、ちょっと最終目標はツイキャスもね、ちょっとできるようになったらいいなっては思ってるんですけど。うん、よくね、ツイキャスやってる方でね、弾き語りなどされて、いっぱいいますよね。いますよね、うん。そういう方なんかも配信してっていう。で、うん、よくミュージシャンの方でも、まだメジャーデビューとか、そういったデビューしたての方も、ツイキャスで配信されたりっていうようなことやってますからね。そう、やってるんですよね。はい。ぜひね、もうツイキャス配信、楽しみにしております。はい、最初も今日これだな。そうですね。はい。ということでですね、はい、今日は、お城智也さんの方に、はい、ゲストで、はい、出演いただきましたけども。ありがとうございました。はい。最後にですけど、うん、また飲みに行くときはまた連絡しますので。ぜひぜひぜひ。はい。はい、もう、はい、もう連絡くださいね。また会いたいので。かみつきばあちゃんさんが、またうちに来てくださいねっていうことでしたので。うん、ぜひぜひ、はい、かみつきばあちゃん、さっきメッセージ聞いてたよ。ありがとう。はい。僕も頑張ってます。はい、はい。ということで、はい。はい、今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。急な動きの皆さんもありがとう。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。今日の電話ゲストは大城智也さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、大城智也さんの出ていただきましたけども、ありがとうございました。ね、なんか告知だけでもなんか時間が足りないぐらいでしたね。そうですね。はい、で、ちょっとメールの方。はい。はい、じゃあ、こちらの方ですね。はい、お願いします。はい、こんばんだぎゃ、ラジオネーム、マグナムです。ヨロマグナム、ヨロマグナム。テーマ、健康。体の健康、異性を求めてしまう、かっこ笑い。結婚しても異性を求めて、浮気する行為は、心の不健康。名古屋、嫁入り道具、トラック3台分と聞きました。娘が3人生まれると破産するとも聞きました。そんな風に、娘を嫁入りさせたのに浮気されたら心の健康が保てないと思います。名古屋はどんな土地柄でしょうか？教えてください。いや、そのものですね。本当にね、そうですね。本当に3人多分、嫁入りさせたら大変だと思います。破産します。本当に。ね、本当にっていうぐらい、多分すごく、はい、嫁入りにお金を使うので、やっぱり普段は結構質素にね、暮らしてますよね。皆様時代劇を見たことあるかどうかなんですけども、よく、うん、叱るときに、たわけ者とか言うのがあるんですけども、たわけ者、実はあれ、名古屋弁なんですね。まあ。で、たわけ。田んぼの田なんですけど、田を分けるということで、田を分けて売らないと、お金ができないと。それぐらいのことで、まあ、馬鹿げてるというような意味にで、田分け者ということ。あ、そうなの？そうなんです。まあ、名古屋弁に言うと、たけってなるんですけどね。そうですね。はい。はい、もう、はい、これはいいですか？じゃあ、ちょっと私行きますよね。はい。はいはい、
ラジオネーム、おばあからもらったプライベートジェットさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。本日のテーマ、健康。私も健康に気をつけなければいけない年代となり、毎年の健康診断では医師から痩せなさいと言われ続けて、早数年になります。肉がつくのは簡単ですが、落とすのはなかなか難しいですね。タバコは30歳の時にやめてから十数年になります。当時の体重は今より15キロは軽かったな。ああ、恐ろしい。あの頃の体型に戻ったら健康体になれるんだろうな。今日も放送楽しみにしていますね。ということで、ありがとうございました。ありがとうございます。はい。もう一ついいでしょうか。はい、どうぞ。はい。泉佐野の特急サザンです。僕は健康不良人間です。胆の結石、胆のポリープ、脂肪肝、腎の胞、メタボの一歩手前、それと高血圧と健康不良人間になっています。昨年末から血圧を下げる薬を飲み始め、とうとう薬での治療が始まってしまいました。健康には注意してつもりでいたけどね、仕方ないです。一つ一つ治していきます。ということでした。ありがとうございます。ね、大変だ。大変です。はい、じゃあこちらですね。はい、皆さん、こんばんは。鶴ヶ島カーズーニーです。ご無沙汰です。ほんとご無沙汰ですね。はい、ご無沙汰してます。健康といえば笑うことですね。最近心から笑うことがなくて気分が低迷してしまいます。大好きなラジオ番組も受けず体調を崩してしまいました。あら、今は大丈夫ですよ。これから人生のターニングポイントにチャレンジします。笑って乗り越えるような、笑って乗り越えるよう思います。心を健康に保つには笑いが一番だなと思います。そうですよ、本当に笑ってるっていう、ね、笑うことが一番って重要だっていうふうによく、ね、北海道のじゅんちゃんさんからツイッターでね、はい、健康のバロメーターは毎日のビールが美味しく飲めること。すごいわかります。すごくわかる、なんかちょっと体調が悪い時ってビール美味しくないですよね。うん、確かにですね。すごくわかります。はい、酒の切れ目がいいの切れ目さん、はい、飲みビールは我慢できないよ、糖質プリン体ゼロで飲みまくりですね、ということで、はいはい、NK 流さん、しゅんさん、再来週健康診断だです。はい。はい。ということで、ポイツ行きましょうか。いきますか。はい、はい。ダンサーズさん、みそにこみすきーさん、マスクマンさん、今日はお休みです。こんばんは。リスナーのハートを逮捕するの、銭形警部です。急なお聞かないものは逮捕だ。こちらから逮捕いたします。今週のテーマ、健康といえば、先月のミュージックシャワーで公表したのですが、今年からタバコを禁煙しますと宣言したのですが、長年タバコを吸い続けただけに完全に禁煙できていないのですね。ただ分かっているのは、昨年まで1日1箱買っていたので、完全にやめるために1週間から10日、あとは今日から平日は禁酒にしています。ダンサーズさん、みそにこみきつきさん、マスクマンさん、採用よろしくお願いいたします。またメールにて参加いたします。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。さてさて、時間がなくなってきましたので、エンディングお願いします。はい、あとですね、2通、届いてますけど、これ来週ですね。あ、本当ですか。じゃあまた来週に。愛媛のしんちゃんと、フルムーンしんさん。はい。はい、来週に回します。来週にお願いします。はい。では、来週のテーマ発表をお願いいたします。はい。来週のテーマは、歌、ソングです。はい、ということで、歌、ソングで来週お願いします。はい、この番組は、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、フォークリフト整備塗装ができる方を募集中です。名古屋トリプル8、名誉総裁賞受賞のシュリマンジュ、那覇シュリ中村製菓、高級木材のご用命は、名古屋中川名木、以上のスポンサーさんでお送りいたしました。はい。今日もどうもありがとうございました。ツイキャスもたくさんありがとうございます。はい、おがちからもしさん、セクシーキリカブのカユーさん、酒の切れ目が縁の切れ目さん、北海道のジュンちゃんさん、大城智也さん、林亀子さん。はい、いました。今週もお聞きいただきまして。どうもありがとうございます。ツイキャスもたくさんいただいてるんですけど、なかなか、目は通してありますけど、なかなか、番組でコメントできなくて申し訳ないです。申し訳ございません。佐渡のお兄さん、しゅんさん、大城智也さん、ミネラルミラクルさん、はい、小川力持さん、エイリ金魚さん、しゅんさん、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ではまた来週。はい、また来週。今度は王子も必ず戻ってきます。戻ってきます。ありがとうございました。ありがとうございました。